アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは群雄割拠、選択君主は炎翔。第2回を始めさせていただきます。前回はイベントを進め、河北には劉備の大勢力が誕生し、炎翔と小競り合いを開始したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。さあ、それでは難比の5万の兵で兵をね、落としに行きたいと思います。まずは感触つけていきましょう。さあ、それでは感触をつけ終わったので難比から出撃です。炎翔、長江、顔料、文集、そして炎翔でいきましょう。で、炎翔が炎家移行で魚鱗、長江は奉仕で百戦錬磨飛矢で、顔料が疾風怒涛と馬声、馬声は持たせなくていいか。で、疾風神雷斉車、そして炎翔は勝者でいきましょう。で、これで兵士一括9000、兵士一括1万でいいかな。これでいいでしょう。で、まずは全軍でこのように進軍しましょう。で、長江隊だけさらに南下して、この歩を押さえて戻ってまいりましょう。ついてこい。で、さらに出撃です。陣形水耕を持ってる方がいないので、奉仕の方でスータンさんでいいでしょう。まあ要は軽のうちのね、他の歩を奪っていきましょう。これでいいでしょう。出陣だ。さあ、それでは軽制圧戦ですね。では進めていきたいと思います。難比が空になっちゃいますけどね、もうそれだけの価値はありますからね。成功しましたぞ。いいですね。共に行こう。よし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 。さあ、これも5万でね、なんとしても K を落としていきたいとこですね。報告は。さあ、それだけ K の周囲の争い見ていきましょう。北兵が出てくるかどうかだけが心配なんだよな、難比に対して。出てこないですね。守備は上々です。必ずよし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 。いいですね。いや、当然敵視で結構ですよ。こちらに。せめてこの台かな、台ですね。台の歩を奪ってから21000 K にね、進行しましょうかね。じゃないと今見たら関羽がいるもんな。いやー、関羽と伝与がいるのを見るとね、ちょっとね、やっぱりここはかなりきついものがありますからね。で、あと北兵が難比に対して動いてくるかどうかもきついんだよな。さあ、それだけ周囲の動きを見ていきましょう。北兵からの動きはなしと。あー、カウンが1万1000で出てきたぞ。いやー、各園見つけた。うわー、カウンが顔料に一騎打ち、これはやばいなー。いやー、勝ってくれないよね、絶対に。どこからでもかかってこい。いやー、まずいんじゃないの。さあ、頑張ってよ、顔料。いやー、まともに打ち合っちゃ勝てないよ。うわー、やられた。大丈夫、でも捉えられてないでしょ、これだったら。大丈夫、1しかこれダメージ入ってないぞ、カウンは。
こちらに。いやーこれはまずいな。なんか言うか。やってやる。とりあえず炎章も入れて包囲攻撃だ、うん、では進めていきましょう。魅力を尽くします。よし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 、うわー軍神入った。いいんじゃない、これはいいんじゃない。3000入った。世話になる。ただこれは包囲攻撃しても、いや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 、一騎打ちしないでよ、勝ち目ないでしょうよあなた。いやいやいや、まずいなこれは。この文集に勝てると思うね。関雲長、ここにあり。ここで運よく勝ってくれればまだ関を倒す目はあるが、いや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 、もうお頑張ってる頑張ってる。いやいやいや、まずいよこれはやっぱり。あーでももうちょいでしたね。いやいや、まずいんじゃない。こちらに。で長江さんでこちらまで行きましょう。やるとしよう。顔料はもう落ちるからな。で炎章はちょっとここまで後ろに待機ですね。いやーかなりの激戦になってきたな。移動輸送で準受けで4000ほど難品に入れよう。参ろうか。で平原から移動輸送で関門さん兵糧とともに送りましょう。行ってくる。さあそれでは関羽との戦い見ていきましょう。ここで関羽さえ倒すことができれば K にこのまま進行できますね。達成いたしました。お、カウンがまた一騎打ち。しかも顔料負けてるじゃん、怪我してるんだよ。あ、怪我してない。なぜかカウンが武力下がってる。この顔料に勝てると思う。これなら勝てるんじゃないか。どこからでもかかってこい。これいけるだろう。しかも向こうも体力は減っている。いやいけないか。お、引き分け、珍しい。初めてかもしれない僕、長あのずっとこれやってたけど。でまたカウが怪我を負ったと。で壊滅。あーで顔料は捕らえられてしまった。これはいいんじゃない、なんとかカウを倒せそうだ。そしたら文集こちらで逃げ道を塞いで炎章が進行しましょう。何か、これでいいでしょう。しよう。おで炎章さんはここで待機。さあようやく関は打ち果たせそうですね。さあそれでは北兵が動いてこないかだけ見ていきましょう。一番きついのはこいつだ。動いてきた。超運か。しかもでこちら関なんとか倒した。で捕らえたと。それはいいとして趙雲がどう動くかだな。よし南平に向かった。これはいける。いいよいいよ、それまでの間に K は落とせるだろう。報告は。兵站切られちゃってますね。まあそれはいいでしょう。もうとっとと突っ込もう。任せ。命令かな。承知しようか。で勝者の炎章さんで攻撃と。これでいいでしょう。で報酬配れる方配っていきましょう。感謝だ。さあそれでは進めていきましょう。南皮は引きつけて引きつけて7000いればなんとかなる。高村さんまで出てきたか。ちょっとそれはきついな。
うん、仕方ない。これを。ただ守らなきゃいけないぞ。これ平坦切られるわけにいかないので出撃で顔料さん行かせるしかないな。顔料奉仕疾風陣雷で疾風怒涛でとりあえず2000持ってけば彼ならやってくれるだろう。攻撃後退却、ついてこい。なんとしてもここはね守らないといけないですからね。どうかしたか。で足止めが終わるでしょうからこの2つを奪って退却しましょう。動くとするか。命令か読んだか。いやここ行ってこっちで行って退却、これでいいでしょう。さあそれでは K の争い見ていきましょう。炎章さんがつくから、いやー出てきたな。炎章がつかないと、勝者がつかないとまずいんだよ。し勝者ついた。これでなんとかなるだろう。では K の争い見ていきましょう。ここでなんとか K を落とせるだろう。炎章が出んように一騎打ち。余計なことしないでくれよ。いやー全く同じか。でもな一騎打ち負けまくってるからな。格の違いを教えてやろう。いざ真雄を決算。いやー勝ってくれよ炎章さん。いや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 負けそうだなおい。お、いけるか。いけた。いやいやちょっとむせちゃいましたよ。まずまさか勝てると思わなかったですね。お、いいですね。これで部隊強化ですね。でデニオも捕らえた。で K の耐久値が半分。いいですね。このターンに K 落ちるんじゃないか。いける、これはいける。よし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 、勝者入った。ナイスです。炎章さんこれで K の地を制圧と投与していきましょう。では捕虜になってもらいましょう。こちらいいんじゃないか。そしたらこの2800の部隊でとりあえず戻りましょう。で顔料も戻ろうと。分かった。どうした。で炎章はここに位置しましょう、うん、何か。でこの舞台は K に入りましょう。さあそれでは K の周囲の争い見ていきましょう。ここは簡単に落とせるはずですからね。かかれ。よし撃破撃破、いいですね。これで K は8000で、あとはこちらですね。なんとか平坦切ってやりたいな。これをさあそれでは長雲たちの兵団を切るために陣形で遂行を持っている群衆さんちょっと無理させちゃいましょう。あーダメだ、群衆だと猪突があるのでまずいので、奉仕使える方で長羅とか猪突あるか。じゃあこの旅行さんにしましょう。奉仕でこのように平坦切っていきましょう。みんな行くぞ。さあそれでは進めていきましょう。あとはこの1万6000ほどの部隊をなんとか倒せば OK ですね。いいんじゃない、いいか、いい具合よ。次のターンで平坦切りますね。こちらで報酬を配れる方は配っていきましょう。ありがたい。まあ平坦切ってもな、超運はな強いまんまなんですけどね。では進めていきましょう。このターンで平坦を切れますね。投与していきましょう。では捕虜になってもらいましょう。よしこれで平坦切れましたね。死者が到着しました。で劉備軍の死者、
いやー、お金に変えといた方がいいかな。はい、これで平坦切りですね。何か用か。で、この部隊はこのように平坦を切りながら動くとするか。もうね、塗り塗りながら進んでいきましょう。で、趙雲はもっとね、士気が下がるのを見てからじゃないとちょっと恐ろしくて戦えないですね。で、これで河北でのパワーバランスは兵力が3万5000しかないぞ。で、劉備が6万8000。これはちょっとまずい展開ですね。とっとと兵力を回復させるのが急務ですね。さあ、それではちょっと恐ろしい趙雲と高孫さん、この後どう動くかちょっと見ていきましょう。このまま突っ込んでくるか。いやー、北に来たな。平坦をつなげるつもりだな。これを命令か。足止めにもなるので、ね、この一線の部隊はこのまま突っ込ませるか。いや、また平坦切れるから、線の兵はもったいない。戻しましょう。で、突撃で長江文州顔料奉仕で疾風怒涛、疾風陣雷、そして百戦錬磨で兵士一括3000もあれば十分でしょう。高孫さんを落としてこのね、歩を占領しましょう。腕が鳴る。これでいいでしょう。では進めていきましょう。あ、しまったな、探索すればよかった。いいんじゃない。はい、高孫さん撃破、そして捕らえることに成功と。これそしたら文州、文州さんは戻る。顔料はこの歩を奪って戻る。長江は敵接近時無視で港を押さえて戻る。これでいいでしょう。いや、高孫さん結構強かったな。結構減らされちゃったな。1000ぐらい兵減らされちゃいましたね。さあ、あとは趙雲の動きを見ながらですね、進めていきましょう。いいよ。趙雲は変なところ行くな。で、高孫さん捕らえたと投与していきましょう。では捕虜になってもらいましょう。こちらに。さあ、それでは趙雲の動き見ていきましょう。一体どのように動くのか、勝負を抑えるような気がしますけどね。使者が面会を望んでいます。まあ、3200返していきましょう。本当は返したくないんですけどね。趙雲が戻っていくのはそれはそれで結構めんどくさいな。いや、戻っていきますね。北兵の兵が2万にまた復活しちゃうっていうことか。いかがだったでしょうか。計攻略戦、かなり激しい戦いでした。関羽がね、まさか出てくるとは思いませんでした。5万の兵でね、囲んでやれば、まあ、2万ぐらいなら出てこないかなと思ったんですが、甘かったです。そして何度も行われた一騎打ち、文州顔料、最後は引き分けまで持ち込みましたが、結局は部隊を壊滅させられて、両方とも怪我をさせられることになりました。そして南皮に攻め寄せた高孫さんと趙雲、高孫さんは撃破し、なんとか趙雲は退却させることに成功いたしました。しかし我が軍は劉備軍と比べてまだまだ兵力で劣っております。果たしてこの後どうなっていくのか。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。